恐竜の卵の化石卵化石とは、古代の動物が産卵した卵が化石化したものである。卵化石は、動物の生理学上のプロセスの証拠として、生根化石の典型として考えられている。稀な状況下では、卵化石は、内部に成長した灰の化石が保存されている場合も、あり、その場合、それらは体化石に含まれている。 多種多様な動物群が散乱した卵化石の記録は、古生代に始まり、その記録は現在保存されている。例としては、アンモナイトのような無脊椎動物だけでなく、魚類、両生類、爬虫類のような脊椎動物が含まれている。爬虫類には、中生代の地層から発掘された多くの恐竜の卵が含まれている。 それぞれの卵化石を産卵した生物はしばしば不明であるため、科学者たちはリンネが考案したリンネ式分類法から切り離し、後にそのリンネ式分類法を模倣した分類システムで卵を分類した。このパラタクソの実はベターバータと呼ばれている。初めて学名をつけられたオーエスピーシスはオリシース・ベスナッキーであり、ジェイバックマンによって暫定的につけられた。 バックマンは、その卵の集合は、テレオサウルスによって産卵されたものであると考えていた。しかし、現代の科学者たちは、これらの卵を産卵した、爬虫類の種類を決定することがもはや不可能であると考えている。1859年、初めて科学的に文献に記録された恐竜の卵化石は、ファーザージーン、ジャック・ポックであり、南フランスにて、 カトリック祭司が発見し、アマチュア博物学者が命名した。しかしそのアマチュア博物学者は、それらが巨大な鳥が散乱したものと考えていた。初めて科学的に認識された恐竜の卵化石は、1923年にアメリカ自然史博物館のクルーラによって偶然発見された。彼らはモンゴルにて初期の人類の証拠を探していた最中に発見した。 卵の発見は世界中でマウントされ続け、複数の競合をする分類体系の発展につながった。1975年、中国の古生物学者である長子系は産卵した母親を仮説していくより、むしろ物理的な形質に基づいて、卵を分類するという伝統的な臨例式システムを元にした。 ペラータクサーアナミーを発展させたシステムにより、卵化石を分類するという画期的な方法で分類を始めた。蝶が考案した卵の新しい分類方法は、言語の壁のために、西洋の科学者らには採用されなかった。しかし、1990年代初頭、ロシアの古生物学者であるコンスタンチン・ミハイロフが、英語の科学文献にて、蝶の分類方法に注目した。 無脊椎動物の卵化石は化石記録から知られてる。中でもそれらは古代の陶足類が産卵したものである。アンモナイトの卵は最もよく知られた陶足類の卵化石である。最も保存状態に良いアンモナイトの卵化石がイングランドのジュラキのキムメリジ粘土層の中で保存されていた。しかし陶足類の卵は柔らかく。 ゼラチン状の卵はすぐに分解してしまうので、化石化する機会がほとんどなかったので化石記録は、乏しい。中世代、トウソ足類のもう一つの主要なグループであるベレムナイト、類は卵化石として記録された文献が全くない。これは、化石記録が実際に存在しなかったのではなく、科学者がそれらを適切に調査されなかったかもしれない。魚類の卵化石の記録は、少なくとも、 デボン期と新生代にまたがる時代まで遡る。多くの異なった魚類の卵は、肉絆、板が悪い、およびサメを含む魚類の記録に貢献した。時々、母親の体内に止まったままの卵や、肺の化石も存在している。いくつかの卵化石は、両生類が産卵したものと、はっきり区別することはできない。いくつかの魚類や、両生類の卵化石が、メイザーノバ。 アーキアブヤラス、カイメロッテカ、ファイオリア、ベイタキャプセラを含むイクナジェンナーアーに分類されている、爬虫類の卵化石の記録は、少なくとも、ペルム紀前期まで遡る。最も古い爬虫類の卵は、おそらく保存の可能性を持った、少し柔らかいから持っていたので、爬虫類の卵は、その化石記録よりも、はるかに過去のものであるかもしれない。多くの古代の爬虫類群には、 ワニ、恐竜、カメがあることが卵化石から知られている。魚竜やプレシオサウルスのようないくつかの古代の、爬虫類は、大生出産していたと知られているので、卵化石が残されていると予想していない。恐竜の卵は、化石爬虫類の卵の中で、最もよく知られている種類の一つである。卵化石は、ベターバータと呼ばれるパラタクソのミシステムに沿って、分類されている。 生物の系統学的分類体系に、ファムリーズ、オーゲネラ、オーエスピーシスの三つの大きなカテゴリーがある。オーゲネラとファムリーズの名前は、慣習的に、石の卵を意味する古今、オリサスが含まれているが、いつもこの規則に従っているとは限らない。それらは、以下のいくつかの基本的なタイプに分かれている、テストドイド、ゲッコイド、クロカダイロイド、ダイナソロイド、スフェリリティック、 ダイナソロイド、プリズマティック、オーナサットベターバータは、常に産卵した動物の分類を反映するのではない、ことに留意すべきである。ベターバータのおあげなすレベルのパラタクソのみは、テストドイドについては、ローバージャクソン、ゲコノイドの卵については、ヒルシュ、その他の特に中期されていないものについては、ミカイローフエトールによる。テストドイド、ゲコノイド、クロカダイロイド、ダイナソロイド、 スフェリリティックオリシーススフィロイズダイナソロイドプリズマティックオーナサイドインサーティセットスありがとうございます